国土交通省が12月に発行しました無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて話していきたいと思います。はい、どうもサラクールです。今日は2022年12月24日土曜日になります。今日の話題なんですが、国土交通省の方で12月に発行されました無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて話していきたいと思います。その前に私のチャンネルの YouTube のメンバーシップの紹介をさせていただきます。月額290円でとりあえず応援したいというコースと、月額690円で質問したい、あのノウハウ動画優先で見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースはいよいよ始まりました。ドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画で上げております。今第2回目に関しましては一般公開をしております。この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先を貼っておきますので、まずそちらを見ていただいて、もし他の回も興味がある場合はぜひメンバーシップの参加のほどよろしくお願いします。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーシップへの手続きをすることができます。ぜひともよろしくお願いします。以上メンバーシップの紹介でした。では本題に行きたいと思います。今日の話題なんですが、国土交通省が今年の12月に発行しました無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて話していきたいと思います。12月から航空法の方が改正されました。まあレベル4とかテレビで、見た方もね、いらっしゃるかなと思うんですけども、有人地帯の目視外飛行も今回の改正航空法でできるようになったんですが、まあ、それぞれですね、カテゴリーというものが決められております。で、カテゴリーとしては3段階に分かれてまして、まずカテゴリー1というものは特定飛行に該当しない飛行。これをですね、目視外飛行とか夜間飛行とか、あと人口集中地区とか、まあ、許可承認をですね、得なきゃいけないような飛行のことを特定飛行と言うんですけども、まあ、それに該当しない飛行でですね、航空法上の飛行許可承認手続きは不要というものがカテゴリー1というものになります。続いてその上の段階にカテゴリー2という段階があります。こちらは特定飛行のうち無人航空機を飛行経路下において立ち入り管理措置を講じた上で行う飛行ということで、第三者の上空を飛行しないというものがですね、カテゴリー2飛行というものになります。で、一番上のですね、高いカテゴリーというのがカテゴリー3飛行になります。特定飛行のうち無人航空機の飛行経路下において立ち入り管理措置を講じないで行う飛行、第三者の上空で特定飛行を行うというものがですね、カテゴリー3の飛行ということがありまして、全部ですね、カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3の3段階ですね、カテゴリーが分かれております。その各々でですね、無人航空機を屋外で飛行させる手続きというものが変わっておりますので、まあ、そちらの方が、まあ、国土交通省から12月に発行されております。今回はですね、そちらの方の解説をしていきたいと思います。結構ですね、こちらの方、カテゴリーごとに分かれてますので、ちょっと分かりにくいという部分もございますので、今回ですね、こちらの国土交通省が発行した資料をもとにですね、解説の方を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。では見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらが国土交通省が発行しております。令和4年2022年12月に発行されました無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについてというものになります。で、まずですね、カテゴリー、先ほどカテゴリー1、2、3を話しましたけれども、まずは一番高いですね、カテゴリーですね、カテゴリー3について話していきたいと思います。カテゴリー3で飛行させる場合は以下の対応が必要ですと。ということで、まあ、詳細な対応方法に関しては航空局のホームページの上部バナーより各制度のページをご確認くださいというふうになっています。まずですね、最初にやることは機体の登録に関する手続きで、機体を購入した後機体登録の申請を行います。で、その後機体記号の発行を行って、機体への登録記号の表示およびリモート ID の搭載をするということになります。これがですね、まず機体登録に関する手続きというものになります。
で、続いてですね、こちらに行きまして、今度は機体認証、技能証明の取得ということになります。で、カテゴリー3飛行の場合は、第1種機体認証の取得、プラス、一等操縦技能証明の取得、これがですね、必要ということになってます。これをですね、取得しない限りは、まあ、カテゴリー3飛行はね、行えないということになってます。で、ここまでがですね、機体認証、技能証明の取得ということになりまして、で、続いてですね、今度やらなきゃいけないのが、飛行許可承認申請手続きになります。飛行許可承認の申請を行って、飛行許可承認の発行をしていただくということになります。で、さらにですね、こちらのですね、飛行許可承認申請の手続きが終わったら、今度ですね、飛行の実施に行きます。で、飛行を実施する場合ですね、飛行計画の通報、あとですね、その後に飛行の実施ということになります。で、最後ですね、飛行実施した場合なんですけども、飛行日誌の記載、あとですね、万が一、事故が起こった場合は、事故等の報告ということになります。で、ここにですね、赤で囲った部分、これがですね、飛行者が必要な手続きというものになります。で、このですね、黄色く囲った部分、こちらはですね、飛行者に推奨される手続きというものになっています。で、あと最後ですね、こちらの青で囲ったもの、これはですね、国土交通省等が実施する手続きということになってます。ということでですね、まずカテゴリー3飛行の流れとしてはですね、こういうふうなね、流れになってということになります。続きまして、今度はカテゴリー 2A 飛行というものになります。で、先ほどですね、カテゴリー2の説明をしましたけども、カテゴリー2の中にはですね、カテゴリー 2A 飛行とカテゴリー 2B 飛行というものがありまして、で、カテゴリー 2A 飛行の方がリスクが高い飛行というものになっております。まずはですね、カテゴリー 2A 飛行について説明をしていきたいと思います。まずは機体登録に関する手続きの方を行います。機体の購入を行って機体登録の申請で登録記号の発行、機体への登録記号の表示およびリモート ID の搭載というものになります。これがですね、機体登録に関する手続きというものになります。で、その後ですね、まあ、必須ではないのがですね、機体認証技能証明の取得というものになります。こちらですね、必須ではないので、続いてですね、行うのが飛行許可承認申請の手続きというものになります。まあ、こちらですね、飛行許可承認の申請と飛行許可承認の発行というものになります。それを行った後ですね、続いては飛行の実施というものになりまして、飛行計画の通報と飛行の実施というものになります。で、飛行を実施した場合は飛行日誌の記載で、もし万が一事故等を起こした場合は事故等の報告というものになります。こちらがですね、カテゴリー 2A 飛行のですね、流れというものになっております。で、続きまして、カテゴリー 2B 飛行というものになります。で、まずは、機体登録に関する手続きで、機体の購入、機体登録の申請、登録記号の発行、機体への登録記号の表示、およびリモート ID の搭載というものになります。で、その後ですね、今度は、機体認証、技能証明の取得というものになります。第2種機体認証以上の取得というものと、あと2等操縦技能証明以上の取得ということで、こちらですね、機体認証と技能証明の取得が必要となります。でですね、カテゴリー 2B 飛行の場合は、飛行許可承認審査手続きというものは不要になります。で、続きまして、飛行の実施を行って、飛行計画の通報、飛行の実施というものになります。で、その後ですね、飛行実施した場合は、飛行日誌の記載。で、万が一事故を起こした場合は、事故等の報告ということで、こちらがですね、カテゴリー 2B 飛行の流れというものになっております。で、最後ですね、カテゴリー1飛行の手続きに関してなんですが、まずは機体登録に関する手続きで、機体の購入、機体登録の申請、登録記号の発行、機体への登録記号の表示、およびリモート ID の搭載という順番で進んでいきます。で、その後ですね、機体認証技能証明の取得、およびですね、飛行許可承認申請の手続き、こちらの両方はですね、不要になります。すぐに飛行の実施ということになります。今までのですね、カテゴリー3とか、あとカテゴリー 2A とか、あとカテゴリー 2B 飛行の場合はですね、この飛行の計画に通報に関しては、飛行者で必要な手続きというものになるんですが、カテゴリー1の場合はこちらですね、推奨させる手続きというものになります。あくまでもこちらですね、義務ではなくて推奨になります。で、飛行の実施ということになります。で、飛行実施した場合は、こちらに関しても飛行者で推奨される手続きというものになるんですけれども、飛行日誌の記載というものになります。これはですね、他のカテゴリーを見ていただくと、こちらはですね、必要な手続きと
いうものになってます。これがカテゴリー3、これがカテゴリー 2A、 これがカテゴリー 2B ということになります。なのでですね、カテゴリー1の場合はあくまでも推奨ということで、飛行日誌の記載に関してもですね、推奨ということになります。ただしですね、事故等が発生した場合は報告ということになります。はい、ということですね、以上がカテゴリー別の無人航空機を屋外で飛行させるための手続きということになります。あとですね、参考なんですけども、無人航空機の飛行におけるカテゴリー区分というものになっています。飛行によるリスクの程度に応じて安全を確保した飛行を実現するため、飛行形態に応じたカテゴリー区分を設定したところ、飛行する空域や飛行方法及び各カテゴリー区分で求められる機体認証や操縦者技能証明等について下表にまとめというふうになっています。こちらの表ですね、まずカテゴリー区分が分かれています。 1、2B、2A、3 と分かれております。で、続いてですね、第3差、上空を飛行する場合と飛行しない場合に分かれています。あと飛行区分に関しては丸1と丸2に分かれてて、まず丸1の方が空港周辺の空域、150メートル以上の空域、催し場所の上空、危険物の輸送、物件投下、総重量25キロ以上ということになっております。で、丸2の方が人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、人または物件との距離30メートル未満の飛行というものになってて、こちらですね、飛行区分方法がですね、丸1、丸2でですね、丸と×ということで、該当する、該当しないというふうに書かれております。で、その隣ですね、機体認証として、まあ、第1種、もしくはですね、2種以上なしということで分かれております。あとですね、技能認証、こちらもですね、1等、2等以上、あとなしというふうに分かれております。あとは許可承認申請が必要な場合、不要な場合、飛行計画通報が必要な場合、推奨な場合、飛行日誌作成が必要な場合、推奨な場合、あと事故等の報告が必要という場合で分かれております。なのでですね、こちらですね、カテゴリー区分ごとにこういうふうにですね、すべて分かれております。まあ、先ほど言ったですね、これらのですね、無人航空機を屋外で飛行させる手続きのカテゴリー3とか、カテゴリー 2A とか、カテゴリー 2B とか、カテゴリー1とか、こちらのですね、手続きに基づいてこちらの方がですね、表としてですね、書かれているというような形になってます。でですね、まあ、カテゴリー1に関しては、まあ、こちらですね、両方とも該当しませんので、機体認証とかですね、技能証明も必要ありませんし、許可承認申請はですね、必要ありません。飛行計画通報とか、飛行日誌の作成に関しても推奨ということになってます。ただしですね、事故等の報告に関しては必要ということになってます。で、2B の方はですね、まあ、こちらに関してはですね、2種以上、あとです、2等以上というものになってます。ただしですね、許可承認申請は、ね、不要になってます。それ以外に関してはですね、すべて必要ということになってます。でですね、まあ、カテゴリー2飛行の場合は、まあ、こういうふうになっているということで、でですね、ポイントとなる部分は、このですね、カテゴリー2A 飛行とカテゴリー 2B 飛行のところ、ここの部分がですね、この2のところ該当するんですけども、まあ、2種以上、あと2等以上のですね、機体認証、技能認証を持っている場合は、まあ、こちらのですね、許可承認申請がね、不要になるんですけども、まあ、持ってない場合でもですね、許可承認申請取れば、今のところはですね、このですね、カテゴリー 2A 飛行ですね、こういうふうな場合でもですね、飛ばせますよ、ということがですね、この表からもね、わかります。まあ、その他に関してはですね、2種以上、2等以上持ってても、持ってなくてもですね、やることはね、ほぼ一緒ということがですね、この表からわかります。で、絶対ですね、こちらのね、カテゴリー3飛行をやる場合はですね、第1種と1等のですね、機体認証、技能認証の方はね、持ってなきゃいけないよということがですね、この表からね、わかります。今回ですね、説明したこの資料に関しましては、この動画の概要欄のところのトップのところに貼っときますので、ぜひですね、見ていただいて、まあ、こちらのカテゴリー表とかで、ね、見ていただければですね、何が必要で何が必要じゃないかということもわかりますし、あとはですね、前の表で自分がですね、どのカテゴリーに当たるかですね、まあ、確認した上でですね、こちらの方の手続きの方、調べていただければ簡単にですね、何が必要かということが分かりますので、まあ、そちらをね、見ていただくとね、よろしいかなと思います。はい、ということですね、以上、無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて、こちらの方がですね、国土交通省から2020年12月に発行されましたので、そちらの説明をしました。以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回は国土交通省から2020年12月に発行されました無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて、こちらの方の解説を行ってきました。
こちらの方ですね、まあ、かなりわかりやすく書いてありますので、ぜひですね、見ていただいて参考にしていただければね、よろしいかなと思います。12月から改正されまして、結構ですね、いろいろと手続きの方複雑化してきましたので、ぜひですね、見ていただいて、まあ、確認していただければね、よろしいかなと思います。はい、ということで今日の話題はね、以上となります。このチャンネルはこのような話題とかドローンのノウハウ、新製品のレビューとかをしてたりします。あと冒頭でも申し上げました通り、私のチャンネルはメンバーシップの方を開設しております。今メンバーシップの方ではいよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画で上げております。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。